エコノミックインプリケーションアエクサイティング、このインプリケーションというのはね、覚えてほしいんですけど、影響とか予想される結果のことを言うんですね。だから経済的な予想される結果はエクサイティングである。インプリケーションね、影響とか結果、これも単語覚えてくださいね。 Today the disparities in income across Asia are vast。 今日ね、所得、アジアにまたがった所得のディスパリティと、これは差異はバースの広い。 With GDP per person、 GDP 一人当たりの GDP with person ranging from 8,000 US dollars in India to 49,000 in Japan adjusting for purchasing power。 コバルク陛下が調整した後では、GDP、 1人当たりの GDP はインドの8000ドルから日本の4万9000ドルにウェンジング、幅広く渡っている。この4万9000ドルというのは、これはパーチェシングパワーを考えているかで、今現在はパーチェシングパワーじゃなくて賞味 の評価だと3万8000ドルだよね。ここではだからパーチェシングパワーでアジャストしているから4万9000ドルになった。 Just as integration with the EU、真田君もう時間だよな、まだ大丈夫？あ、そうですね、じゃあすみません、そろそろ抜けます。まあいいよ、まあいいよ、いつでも抜けてくれれば。はい、じゃあ、抜けます。あ、そう、またじゃあ NHK のインタビューはまた送っときますので。あ、そう、ありがとうね、よろしくね。はい、OK。 Just as integration with the EU helped income in Eastern EuropeCatch up with those in the West. So too, integration in Asia should lift incomes in the South and Southeast. ここではね、これ、上手くんや訳して、Just as から。Just as、ちょうど、integration is new. 長いですね。長いけど、文章はそんな難しくない。ちょうど、インテグレーション統合 with the EU help to incomes in Western Europe catch up with those in the West。 ちょうど EU によって統合されたように、なんだ、EU による、じゃあ、EU による統合が、統合が、help to income、インカムを、押し上げた in Western、ウィスタンヨーロッパ、イースト、東ヨーロッパ、EU ができたことによって、東ヨーロッパの所得が上がったように、catch up with those in West、あと、ウエスト、あ、そうか、西側ヨーロッパ、諸国に追いつくように、東側ヨーロッパ諸国のインカムが、上がったように、 EU のところはそれを助けた、サポートしたように、 to so to integration、to integration in Asia、 アジアの統合もまた should lift income、 インカムを引き上げる in the south and southwest、サウス南アジア、東南アジアの所得を引き上げる、そんなイメージですかね。うん、でどういう意味これは。なんで、EU ができた時に、東側のその国のインカムが引き上がりました、西側に追いつくような形で上がりました。で、今回そのアジアが統合すると、アジアの国家間の結び、
統合が進むと、経済国家じゃない、経済の統合が進んでいくと、南アジア、東南アジアのインカムがまたそれと同じように引き上がるだろうみたいな、うん、引き上がるはずだ、首都だからはずだみたいなイメージですか。うん、そう、それで、The savings of, savings of richer aging Asian countries are being put to good use in poorer and younger ones, where they are helping to spread prosperity while generating healthy returns for investors. で、金持ちで高齢化のアジア諸国の貯蓄が貧しく、より若い諸国においてうまく利用され、good use、うまく利用され、されるとすると、そこでは、彼らは投資家にた、彼らは繁栄を広、繁栄をスプレッド、繁栄を広げる手助けをする一方で、投資家に対して健全な配当を、うん、作り出す、出してくれる。で、increased trade should reduce prices for consumers and more investment should bring down the cost of capital. で、増大した貿易は、消費者に対する価格を引き下げるべきだろうし、さらなる投資は、資本コストを引き下ろすべきだろうと。